魔法としか思えないような機能を持っていますどう考えても半重力みたいなことが可能飛行石というのは千年ぐらいは進んでいるんですね半重力に使われたエネルギーというのは説明つかない飛行石自体がホム爺さんが言っている通りですね。エネルギーを発散するんだけどもすぐに揮発してしまうものすごい技術なんだけども人が触れてはいけないものと考えると そして、宮崎駿が考えたんじゃないのかなラピュタでですね本当に理解できない SF 設定っていうのは非鉱、ね、石ぐらいからです非鉱石っていうのはシータが胸から下げてるやつですね内緒にしときなさいよというふうにお母さんにずっと言われたやつなんですけども、まあ、もちろん SF ですしクラークが言う第三法則ですね魔法としか思えないような機能を持ってますまずラピュタの多い継承者の命令しか受け付けないでどう考えても反重力みたいなことが可能 でしかもそのエネルギー源をどこからも受け取ってないんですよ全てアニメの中の絵で描かれてるからこのロボット兵とナディアの飛行石って同じように不思議なテクノロジーに見えるんですけど明らかに階層差があるんですよロボットはまだ我々の理解範囲の中なんですけども飛行石っていうのは明らかにそれよりも1000年ぐらいは進んでるんですねでロボットとの違い一番何かというと組み立てられなないことなんです。飛行石には一切何の組み立てた跡もないんですね でもこのラピュタのロボットは墜落したら壊れて分解されている状態なので組み立てた後がかろうじてわかるんですね。部品のつながりっていうのがわかると。で、えー、つまり iPhone みたいなもんでバラせるんですよ。どんなに不思議な存在でも。でも飛行石はバラせない。一つの透明な結晶なんですね。全く理解できない。仕掛けがわからないどころじゃなくて一つの塊なんですよ。あのラピュタの方角を示す ビームを、光をパーッと出すんですけどその発光源すらわからないんですね真ん中の適当な位置から光がピュッと伸びてきてしまうというこれ宮崎駿が科学に無知だからじゃないんですよ。そうじゃなくて SF のそのクラークの第三法則っていうのを知り尽くしてるからこそ少しずつ出せるラ,ラピュタの科学力のですねその段階さなんですね。でまあ少なくとも 声に反応するか音声認識もできるんでしょうし、その人がラピュタの多い継承者かどうかわかるから、遺伝子認証みたいなものもあるんでしょう。でも、半重力に使われたエネルギーというのが説明つかない。シータの体重が 40kg だとしたら、40kg× 重力加速度9.8の事情×ですね、1000m の高さから落ちたとすると、あれを中和するにはですね、およそ400万ジュールぐらいのエネルギーが必要なんですけども、<laughs> まあカロリーベースでいうと90万キロカロリー90万カロリーぐらいですかそれをね 5g 程度の非 <laughs> 鉱石から得ようとしたら核反応ぐらいしかないんじゃねえのかっていうようなエネルギー効率の良さですねでまああのラピュタが何だろうなあの最後に行くラピュタが木に覆われてるのは、まあ、これ宮崎駿の趣味であるのと同時に非鉱石が植物を育てる ている力を持っているっていうのは、えー、これ、あの、まあ、インタビューで宮崎さんが答えてるんですね。宇宙の聖なる根源であるから、シータが生きてこられたのも、飛行石によって畑がよく実ったからっていうふうに言ってるんです。なんで飛行石があるところの畑がよく実ったから、なんでラピュタでは木々が育ったかっていうのは、これ、あの火の鳥っていうですね、手塚治虫の小説に出てくるですね。一九六十年代に検討されていたアイソトープ農場の漫画です。 アイソートープ農場というのはです、ね、中心にです、ね、放射線を出す、えー、タワーがあってです、ね、そこで,です、ね、男の子が1人です、ね、壊れたロボットに抱えられたままあの話して話してって言ってるんですけどもです、ね、そこで半日です、ね、置かれたので、まあ、重大なです、ね、放射能障害を負ってしまうというお話がここであるんですけど、まあ、ロビターの話ですねロビタが後に死刑になる原因になった事件なんですけどもアイソートープ農場というのは つまり放射矯正と言うんですけども放射線の作用によって植物に関しては明らかに育ちが良くなるみたいなことがです、ね、50年代、60年代にはよく報告されたんですねただもう今はあのアンチ原子力というのが多いのでそこら辺のことはあまり研究する人もいなくなって元データが分からなくなっている非鉱石自体がそのポムじいさんが言っている通りですり、ね、エネルギーを発散するんだけどもすぐに揮発してしまうと。 でものすごい技術なんだけども人が触れてはいけないものっていうふうに考えると原子力のメタファーとして宮崎駿が考えたんじゃないのかなというふうに僕は思うんですね。宮崎駿っていう人は本当に一筋縄でではいけない,いかない見せ方をするんですんだから僕らが原子力のメタファーとして考えたらそれはなんかアニメの中で言いたくなるんですけど宮崎駿は逆でそれを思いついたらそれをできるだけわからないようにわからないようにしたがるんですね。なので 何か人間が作り出した自然の中にある膨大なエネルギーで触ってはいけないもの。で、これですね。えー、青い光を放つものですね。これはあの、原子炉の中のですね、あの、まあ、燃料棒の近くから出てくるチェレンコフ放射っていう現象です。チェレンコフ光と言います。チェレンコフ放射っていうのは、あの、核物質の中から出てくるですね、微粒子がですね、えー、減速して、 実は光の速度より速い速度で出るんですよ。でも僕らの世界では光の速度より速いものはないので光の速度まで減速するんですね。でその減速した瞬間にその速度差のエネルギーを青い光として放出するこれがチェレンコフ放射というやつです、えー。覚えておいていただければいいんですけどもゴジラの背中が光るのもチェレンコフ放射です。 なので、最初のゴジラが出てきて、あの昔のです、ね、初代ゴジラが出てきて、火を吹くときに背中が光るというのは、あの瞬間、チェレンコフコが出るぐらいの核反応が、ゴジラの中で行われているということでですね、別に新ゴジラだけの設定ではないんですね、核反応っていうのは。えー、というふうになってます。